大体分かってきた、雰囲気分かってきたよ。俺は分かってきたで。やっと分かってきた。やっと分かってきた。これはな、看板が少なすぎる。まあだから、まさるみちゃんがビッグな YouTuber になって、もう億単位で稼げるようになったら、看板寄付するわ。ここに。うん。俺みたいな観光客がね、俺みたいな不幸な環境が、観光客が二度と、もうなんていうのかな、あれしないように。うん。現れないように。まさがみのような、お茶目でかわいそうな、ね。ここや、ほら。ほら、来た、ほら。ここにと、ここに続く、ここに続くね、ここに続くね、ここに。ここに続くんや。ここに。ここに、ほら。ここや、ここ。ここや、ここ。ここ、ほら。ここや、ここや。前ここ、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 ここや、間違いない。ここやね。まさがみのような、不幸なね。もう、何回も3億もするような、あそこで。こういう不幸な YouTuber をね、あれしないためにも。グダグダやな、グダグダ。で今やっとここに来た、ここに、こっち側に、こう来た、ここやね、ここよ、ここなのよ、ここよ、ここ、ほら、線路は続くよ、どこまでもよ、ほら、はい、ほら、ここ、はい、別所駅に電車入ります、別所駅に電車入ります、電車入ります、まさがみちゃんの電車入ります。これは気づかんわ、この道は。ちょっと離れてたやん、場所的に。あそこに立派な石のやつがあります。な？ほら。これはあれやで。気づかんで。はぁ、あ。気づかん。気づかん。いつまでやってんだよ。これずっと今日はこれやで。これしに来たんやで。パンダちゃん、今日はこれしに来たんやで。言うとくけど、旧三木鉄道を味わおう。旧三木鉄道を味わおうの会やんか、これ。今日はあっこからずっと歩いてこなあかんで、あれしんど、しんど、もう体ガタガタやわ、おかげで。いや、これはな、全部歩いてあかんやつやわ。あの、電動車椅子、ウイルでこなあかんやつやわ。ほら、取れてるやろ、ほら。三木。三木鉄道やで。三と愛やで。ほら。別所駅跡。多垣駅跡まで、10分。西拝田駅まで17分、歩かれへん。これだってほら、ないやん。あ、昔こんなんやったんか。あっちな。あっちに駅があったらしい、ね。汽車が取って、こんな感じで。もうほら、20年まで、走って20年まで。4年前まで。乗りたかったなぁ。やっとここよ。やっと見つけた。今ここ。で、次ここね、次西方だ。ほら来た、トン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 、ほら来たよ。ここもだって入ったら怒られるとこやんか、普通だったら。この線路の中とかね、罰金もんやで。これ入れんねんで。
しかもトイレあるからな。バイク車乗り禁止。ここ乗り越えてこへんやろ。はい、駅でーす。駅でーす。せやかごけふむ注意。いや、あるやん。あったあった。ほら、見て。これ、やっと押せるわ。別所駅。やったぜ。さあ次行こう。次行こう。はい次行こう。次。次行くで。次。次行くで、次。やったね。これはあれやな。ちょっと。もう生き方わかったからさ。生き方わかったからさ。もう一回さ、よいしょ、行くで。スタンプラリー開始。GPS を受信しました。次は別所ふるさと交流館。交差点を見逃すな。子供か。俺は子供か。